イノシシ。今回の動画はね、カイラーをゲットするクエストをやろうかなと思ったんですけど、なんだ、そのクエストがちょっと見当たらないので、今回はですね、これやる。YTuber 神隠し事件で、これはね、ヒノシンのシャドウサイドがゲットできるやつなんですよ。やってこう。YTuber。これ、完全に YouTuber もじってるよね。聞き込みしていけばいいのかな？いなくなった YTuber ね。その人たちの動画なら見たことあるわ。どんな動画上げてんだろうね。どれもいまいちな内容で人気がない人たちばっかりだったのよね。そういえばみんな有名になりたいって話してたわね。マジで？次行く？神隠し？YTuber の動画は見たことないけど、最近噂になってるね。配信中に有名になりたい Y って3回叫べば神隠しに会うってやつでしょ？あれ、違ったのかな？ま、都市伝説じゃないの？何それ？配信中に有名になりたいって3回叫ぶと消えちゃう、神隠しに会っちゃうんだ。へえ。さ、まだあるよ。神隠しにあった YTuber？ ああ、知ってる知ってる。噂だと、その人たちが配信した動画には、何本も手の生えた男が映り込んでたらしいぜ。心霊動画だね、それ。ゾッとするよな。みんなは千住様って呼んでるみたいだぜ。千住様って言ったら逆にありがたいじゃん、なんか。YTuber 神隠し事件のことを、いろんな噂が広がってるみたいだったね。やっぱり千住様ってやつが怪しいな。何本も手が生えるなんて絶対に妖怪だ。神隠しにあった人たちの動画に映っていたっていう謎の人物のことだね。あと動画で有名になりたいわいって3回叫んだら神隠しに会うって話もあったわね。それだ、俺たちも YTuber になってその通りにすれば千住様に会えるかも。そうだね。そういえば今まで神隠しにあった人もみんな有名になりたがってたらしいし、アキノリの言う通り動画を配信してみるのが一番いいかもね。そうね。まあそれはそうよね。噂が本当か確かめてみるしかないか。じゃあ決まりだな。 YTuber やるぞ。アキノリのパソコンを借りさせてもらうことになるのかな。そうだな、妖怪探偵団の事務所で配信するぞ。配信って何？これ生放送すんのね。さて、動画を配信するのはいいけど、誰が YTuber になるの？俺やるよ。むしろ俺にやらせてほしい。ノリノリだね。ちょっとなんか恥ずかしいよね、なんか動画に乗るって。いいと思うよ。僕も喋るのは得意じゃないし。何やんのかな？商品紹介的なことやんのかな？よし、任せろ。神隠しの正体暴いてやるよ。いや、これちょっと恥ずかしいな、なんか。どうもどうも、期待の新星、アリホッシーです。世の中のすべてのことは、表と裏があります。もちろんそれは、YTube にも。ってことで、今回は YTube にまつわる、とある噂について、検証したいと思います。あ、検証系の動画なんだね。皆さん、聞いたことあります ?YTuber、神隠し事件のこと。あ、これはちょっと本当に YouTube っぽいね。動画を配信している時に有名になりたいわいって3回叫ぶと千住様に連れて行かれちゃうっていう怖い噂があるんですよ。それでは早速やってみましょうか。せーの、有名になりたいわい、有名になりたいわい、有名になりたいわい。はあ、どうだ千住様、言ってやったぞ。まあ噂なんてどうせこんなものですよね。何も起こんないね。いやー、君の声届いたよ。有名になりたいんだって。あ、出てきた。
千住様っていう割にはもうちょっと手あった方がいいんじゃないかな。で、出た、本当に千住様が出た。ありほしーくん、なかなか熱かったよ。そんなに有名になりたいなら、今度辰巳川端の南側にある河川敷まで来てみなよ。ただし夜になったらね。じゃあ楽しみにしているよ。消えちゃったけど思いっきしカメラに映ったんじゃない今の。あの人が千住様だったの？確かに手がいっぱい生えていたけど、なんか聞いてた話と違うよな。どっか連れ去られるのかと思ってビビった。夜に辰巳川端の河川敷か。有星をそこに呼んでどうするんだろう有名になれるかもよ。有星気に入れられたっぽいし。バカにしてるだろう。いやそりゃちょっと期待してるけどさ。さあじゃあちょっと行ってみようか。でも夜の間だけなんだよね。どうやって有名にしてくれんだろう。到着。あ、ヒノシンがいる。これはシャドウサイドの姿なの？どっちがシャドウサイドなんだろう。君もなかなか面白そうだけど、今は有星のことを待って…あ、違う、ダメなんだ。そこ厳しいな。やっと来たね、有星。千住様、ここに呼んだのは一体なんで？ん？千住って何のこと？俺の名前は日野神さ。さあ、早速、始めちゃおっか。サクサク答えちゃってね。なんかテスト始まんの？始めるって何を？そうだね、まずは君のチャームポイントは何かな。あ、これは有名になるためのなんか面接っぽいやつだね。インタビューか。ボケもツッコミもできるノリの良さ、ふくよかな可愛らしさ、妖怪探偵団を率いるカリスマ性。やっぱね、これ YouTube はねちょっとカリスマ性が必要かな。妖怪探偵団を率いるカリスマ性。いいね。自分のことがよく分かっている感じだね。じゃあ次に、君の動画を見るユーザーに何を伝えたいと思ってるんだい？気になる噂の真実、美味しいグルメのリポート、ゲーム実況とかやってなかったからね。これか。気になる噂の真実。いいんじゃない？なるほどなるほど、自分がやりたいことも定まってるね。それじゃあもう一つ、君の特技を教えてくれよ。確かに YouTuber なんか特技があった方がいいからね。あ、でもいろいろできるよね、ありほしいは。まず妖術を使える、これはすごいぞ。あと妖怪ウォッチで妖怪を召喚する。でも動画で配信できねえこれ。妖怪と力を合わせて事件を解決すること、もう全部ダメじゃん。どうしようかな。まあでも妖怪を召喚するってのもこれびっくりだから、これしようかな。おいおい、ってなんだよこの質問パレード。思わずノリで答えちゃったけどさ。いいね、たまらないね君、いろんな経験を積んできたんだね。さてそれじゃあ試しにその実力を見せてもらおうか。これが最後の試練だ。俺とバトルしてみてよ。よくわかんねえなこのクエスト。お、これがシャドウサイドだね。シャドウサイドか。なんだこの激しいオーラ。ああ、もうよくわかんないけどとりあえずやってみるよ。さあそれじゃあ戦っていきますか。覚悟はできてるかな。ちょっと一度戦ってみたんだけど、この日のシーンね、極上おにぎりの術っていう技で結構回復しちゃうから、そうですね、攻撃力の高い装備とか攻撃力のある妖怪たちを使って短期決戦しないとどんどん回復されて全然倒せないっていう感じになっちゃうんで、それが難しいかな。1ポイントは1900なんでそんな高くないんだよね。攻撃力が高い技とかでもう短期決戦、短期決戦じゃない、短期決戦
でやっていこうかな。あ、もうマジかよ、強いな。さあちょっとメンバーチェンジでふみちゃん出すか。で、これ、うわ、今何やったんだろう。あと強烈なビームもしてくるので、ちょっとそれもちょっと気をつ、あ、いいね、追撃、オッケー、入った。さあ、ようやく半分ぐらい削ったけど、あ、でも今ちょっと回復しようとしてない。なんかキーボードめっちゃ叩いてたけど、これキャンセルとかできないかな。なんー、ケイタ君の技でいくか。お願いね。いけ。あーっと、どうだ。まあまあでも削れてるか。よしよし、いいぞいいぞ、くれ、おらー、お、倒せんじゃないかこれ。いけるっぽい。よし、もう技ガンガンぶち込んでいこう。いけ、ノーダメージって言ってるけど、お、ダメージ入ってるよね一応。お、いけんじゃん、いける、これ倒せる。よっし、いったー。いやー、なんとかやっつけた。すごいね君、人気 YTuber になること間違いなしだ。それじゃあ願い通り、アリホッシーを有名にしてあげるよ。もしかして今までの流れって俺が有名になれるか試してたってことか。いいね。その通り。でも君が有名になるためにはまだまだ試練を乗り越えないといけないよ。というわけで今から企画合宿をやろうじゃないか。あ、やっぱそうだね、 YouTube っていうのは企画が一番大切だからね。企画合宿なんだそれ。最高の動画を作るため泊まり込みでずっと企画しようっていう話だYTuber ありほしーをプロデュースするのが楽しみだね。なるほど、そっか、そうだったんだ。神隠しなんかじゃなかったんだ。じゃああれか、神隠しに合ってたって噂された人たちは合宿に行ってたんだね。ヒノシンは有名になりたいっていう願いを叶えさせようとしてくれただけだったのか。そういや、いなくなった人たちもその企画合宿に行ってたのか。そうそう、すごく盛り上がっちゃってさ、思ったより合宿が長くなったんだよね。彼らは今頃自分の家に帰ってそれぞれで動画を作っているはずさ。例えばすっぴんサイドって名前の YTuber もその一人だね。すっぴんサイドって何それ、何すんのね。おやおや、 YTube にその方の新着動画が上がっていますよ。びっくりした、ウィスパーいつの間にいたんだよ。まったく失礼ですね、ずっといましたよ。それよりこのすっぴんサイドの動画、再生数がとんでもないことになっているでウィッス。YTuber の顔もなんだか生き生きしてますね。それってやっぱり合宿の効果があったってこと？本人に素質があったんだけどね、それが企画合宿で引き出されたんだよ。ヒノシン、騙してるようで悪かったけど、実は俺 YTuber じゃなくてさ、 YTuber 神隠し事件の噂を調査するために動画を配信してたんだ。なるほど、そういうことだったんだね。じゃあ企画合宿もキャンセルするかな。ごめんな、俺、いや、妖怪探偵団は怪奇案件を解決しないといけないんだ。そうだよね、
そんな合宿行ってる暇はないよ。そっかそっか、残念だけれど、それが君のやりたいことなんだね。じゃあ俺のアークを渡そう、うん、じゃあ俺のアークを渡そうっていうくだりがよくわかんない。その気になったらいつでも声をかけてくれ。日の神来たー。前回風神雷神仲間にしたばっかりなんだけど、もう日の神手に入っちゃった。君はなかなかの逸材だからね。喜んでプロデュースさせてもらうよ。なんか照れるな。ありがとな日の神。それにしても無名の YTuber を有名にするなんてすごい腕前でウィッス。有名になれる合宿って一体どんな内容なんですかね。あれじゃない、もうひたすら面白い企画を考えるんじゃない。確かにそれはちょっと気になるかも。恐ろしすぎるぜ日の神。さあ、これもらえるアイテムも結構、あ、装備大全上の空続編、いいね。さあそしてだね、ちょっと日の神を入れていこうかな。酒呑童子も不動明王爷も外したくないし、オロチも入れておきたいまんまなんだけど、うーん、風神雷神は2体入れたいしね。さあ日の神、あーでもシャドウさんレベル60高いな。いいね。通常攻撃が闇属性になる。あ、闇属性っていうのもあるんだね。シャドウサイドか。もういいね。ってことで誰を外した方がいいかな。やっぱオロチかな。座敷わらしはヒーラーなんで入れなきゃしょうがないということ。うん、オロチだな。残念、残念だよ本当に。オロチを外そう。でここを日の神。オッケー、いいね。はい、じゃあ今回はここでおしまいにしたいなと思うんですけど、次回はこれいこうかな。これは洞穴が確かゲットできる。洞穴死んじゃったんだけどね、ゲットなんでできるんだろう。でご褒美が装備大全鬼族編っていうのがゲットできるんだね。これはちょっと欲しいな。はい、じゃあ今回のここで、おしまいにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。